はい、今回はですね、オーバーライド、こちらを使った、カバーメタルですね。カバーの中に、メタル重工を入れるという釣り方。まあ、竹とか、まあ、木ですね、まあ、ウッドカバーと呼ばれるものの中で、よく使います。で、まあ、カバーメタルなんですけど、まあ、ボートだったら、まあ、あまり距離取らずに、カバーにこう近づく感じ、まあ、冬使うことがねもちろん多かったりするんで、まあ、ゆっくり近づいて、まあ、水深もね土砂漏じゃなくてある程度水深があるところでやると思うので、まあ、ゆっくり近づいて、まあ、まあ下に落とすような感じでもいいし、またカバーが見えてなくても、まあ、水中のねオーダーみたいなこともできます。おかっぷりであれば、足元がやっぱり少し深いとか、まあ、あとはねマットカバーがあるとかいうような、シチュエーションで使うことができます。はい。で、まあね、まあ、もちろんねこのむき出しのフックの、メタルジグ、これをカバーの中で使うわけで、どうしてもね根上がり、これが、気になるところだと思います。まあ、ただ、ね、しっかりね、扱うことができればほぼロストで、ちなみにこの12月で 2ヶ月半ぐらいかなちょこちょこ使ってるんですけど、ロストは1個です。はい。他はねもうまあどうしようもないのもあるんですけど、どうしようもないのはもう回収機を使うとほぼほぼ取れるので解説していきたいと思います。まずね、まあ、一連の動作、まあ、オーバーライド名前の通りこうスライドホールしていってしまうので、この水中の中ねカバーがすごい入り組んでる場合、まあ、オーバーライドがこう縫うように入っていってしまうとやっぱりその場合はすごいね取れにくくなっちゃうので、どうやって落としていくかというと、少し揺すりながらずっと落としていきますと、まっすぐね、こうキラキラルアーがこう動きながら下まで落ちていくと、根掛かりしにくいというか、ね、どうしてもこうカバーの中をこう回り込んで入ってしまうとどうしても、ね、取れづらくなっちゃうので、まあ、まずはね下に入り組んでいる、カバーの場合は、少し揺すりながら落としていきます。はい。で、アクションのさせ方は、小刻みです。小刻み、だいたいイメージは、10センチ20センチ、大きくても30センチぐらいこうメタルが跳ねる感じ、ね、メタルジグっていうとすごいブル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 っていうイメージもあって、まあ、オープンウォーターでもちろんそれでもいいんですけど、カバーの中はそれだとねグサーって引っかかっちゃうので小刻みにこうシェイクしてあげると。操作的にはカバーなので、まあ、ずっと同じところでやるっていうよりはこう立体的に入り組んでいて、僕は少し動かしながら上げていくと。でもちろん途中で刺さります、針が。で刺さった場合には小刻みに小刻みにシェイクしてあげる。で引っかかってる場合には糸をね緩めてもルアーの重みが乗りません。なのでその場合にはまだ引っかかってるなと。でシェイクしていて取れるとスッて、竿先がねルアーの重みを受けて、ね、もちろんその抵抗を感じるのでそれ取れたということです。引っかかってるからといって絶対ギューってやると本がかりしちゃうので、ね、まだそのメタルこう細かく扱っていて、あ引っかかったなっていう瞬間はこう針先が軽く乗っているだけなので、ね、どうにかこうシェイクして外すと。でこういうふうにちょっと距離が遠いと外れないことが多いので、そのままねもちろん近づいて、外します。はい。でこう外してる時のイメージなんですけど、もちろん糸の張りすぎ、いくらこうね竿先をこう曲がった状態でこうやってどんどん刺さるし緩まないので、針先は向こう側に行かないと、緩めないとね、針先が向こう側に行かないので、逆に、緩めすぎ、特に緩んでるところから張るっていうのを大きくやると水の中では糸の抵抗があるので、この状態では緩んでこうなってるんだけれども、ここからギューってやるとただただ針先の位置が変わらずに
メタルが持ち上がるだけっていう、これなかなかねこれもね外れません。でどうするかというと、メタルがね無重力状態というか、水中で少し姿勢を立った状態、ここから一瞬緩めてあげる、立った状態から緩めてあげる、立った状態から緩めてあげる、少しテンションがかかった状態で緩めて張る、緩めて張る、つまりはメタルをいっぱいこう動かす感じ。こうなると針先もね暴れて外れます。なので張るか張らないかっていう状態からいっぱい動かしてあげるというのが、コツです。はい、落としていきます、誘います、引っかかります、いっぱいシェイクします、取れました、たらまた上に上げてあげて、また引っかかります、シェイクして腹筋、で少しずつアクションさせながら上げていくと、と取れる。なんでサイクルは落とします、落としながら動かします、落ちました、シェイクします、引っかかります、取ります、引っかかります、取ります、引っかかる、取りますってやりながら少しずつ上に上げていって回収で、これがワンサイクルで、このあとまた、ね、違うブッシュのポケットにこう入れていくという感じです。慣れると本当にね全然なくさないので、しかもね、まあ冬のカバーってなると、まあ、ラバージグだったり、時にはねちっちゃいスモラバーだったりカバー猫だったりっていうのがメインだと思うんですけどね、そういうゆっくりして柔らかいものがね出す波動と、ね、メタルジグこうちっちゃくてねスピードがあって、まあもちろんキラキラしているものっていうのは全く違うね、ルアーのこう特徴なので、まあこのねメタルの使い方を覚えておくとすごい、同じカバーでもバリエーションをねこう変えて誘うことが、攻略することができるのでぜひ覚えてください。